あ、7000が走り出した。よし、こっちも行くぞ。案の定追っかけてきたぞ。ゲーゾ、元の底力見せてやる。結構いいツッコミしてるよ、この7000。思ったよりはやるね、地元の走り屋も。でも楽勝でついていけるからね。改めて自分のテクに自信持っちゃったよ。僕ってやっぱり早かったんだね。シシシシ、かなりかっこいいかも。シシシシ。え、俺が知ってる車の動きじゃない。ところで匠、前の2列車のバトルどう？池谷先輩、多分逃げ切れないよ。コースに慣れてる分コーナーの突っ込みはいいんだけど、それ以外は負けてる。全部後ろから見てると相手の方がコーナー出口で挙動安定してるし、トラクションもいいけど、走りにそれほど差があるわけじゃないよ。車の差がでかいんだ。ちょっとお前どうしちゃったんだ。ズバズバと歯切れよすぎるそのコメントは。本当に匠か？自分でも驚いてんだけどさ、後ろからこうして見てるとなんとなく分かっちゃうんだよ。プロジェクト D のシビアなバトルに揉まれてるせいなのか、競り合ってる2列車の微妙な違いがよくわかる。マジでお前 D に入ってすごい進歩してる。そういう分析力もすげえけど、それをこれだけの限界走行しながらやっちゃうことが一番すげえよ、その余裕が。え、悪いけど樹、こんなの全然限界じゃないから。やばい、池谷先輩抜かれるぞ。山本の先の直線で。え、マジ？え、くそ、ダメか。バーカ、シシシ、ざっとこんなもんさ。本当に抜かれた。匠、走りたい時と匠走るべき時が一致する時、光ってるし、峠の声が聞こえる。アクリフォーゼ、さっそう登場。東北の挑戦が美少年、新大空港銀河タクバーン。突っ込んだら負け。保険かけといてよかったぜ、ちくしょう。頼むぜタクミ、ついてこれるかよ。山手線仕込みの乗用8ブレーキ。ふぅ、目いっぱい速度が乗ったところから乗用全ブレーキするコーナーの突っ込みはさすがに心臓バクバクしたよ。山手線と違って地方路線は軌道が悪いからね、我ながらギリギリのすごい突っ込みできたと思う。どんなもんだい、絶対についてこれるわけ。すぐ後ろにいるよ、どういうこと？生意気な時代遅れの開示チョッパのくせに、僕についてこれると思ったら大間違いだぞ。すぐに見えなくしてやる。京一さんとの京急本線でのパターン、ロッチを出る時間を少しでも長く頼んだ。池田の先の長いストレートがチャンスだ、振り切るぞ。離れた離れた、ざまみろ。ストレートじゃ全然ついてこれないよ。
気がつけばいきなり近くにいる。サーキットで鍛えた僕のブレーキが田舎の走り屋に負けてる。そんなバカな、ありえない。そんなことあるわけない。あのさ、ひょっとして後ろの車7000じゃないかも。悪いけどしばらく僕に話しかけないでくれる？集中できないから。やる気だね、あれを。やるさ、ブレーキングは得意技なんだ。本気出せば負けない。 120% 集中するぞ。サーキットの大崎コーナーに突っ込む時みたいに。まだだ、まだまだ我慢。銀河の光をこの身に集え。今だ。ふう、超絶ウルトラスーパーレイトブレーキング、輝く流星タークミサイル。ドヒャー、車が古くなってる。今人が飛び出してったような。しかも抜かれたし、もうあんなとこに。うげえ、バカっぽや。うわ、血の内に人が。ダメ。いやあ、おお、嫌だ。母さん言うわけわかんねえ。東京に帰る。待てや、こら。走るんですで乗り込んできた東京モンチューンはお前らか。ああ、いや、届け二人の組曲。